半海電気軌道1系電車は、半海電気軌道が保有していた、路面電車用電車。半海電気軌道1系4号本形式は、1911年から1912年に、かけても1から52の52両が製造された、木製高床ボギー車である。1915年南海鉄道に合併された後1916年にも、50から52が、 美濃有馬電気軌道に美濃専用の34型として譲渡されたほか、1934年にも19.3435.40が、半海電鉄に譲渡され81型に、1935年にも15.1729.3739が、三十九が琴平三宮電鉄に譲渡され55から59となった。また1930年には形式を、 1> 電1型からも1型に変更している。その後、1937年から1939年にかけても201型、も205型に改造され、形式消滅となった。全長1万 668mm、車体幅 2286mm、車体三ミ 683mm、定員62人、自長13.6トンの中型車で、 台車は、ブリル 27GE-1、主電動機は GE-247i に、制御装置は直接式の GEK-9。屋根の側面に、明かり取り窓と、ガーランド型ベンチレーターを片側に2機ずつ設けた、モニタールーフを備え、前後に出入り口を設けた窓配置 D10D の、オープンデッキスタイルであった。デッキ部はつ板を設けた、ベスビュール構造として、 全面窓を3枚並べ、中央の窓状に方向幕を設けていた。ありがとうございます。